ピアノ競争曲編に蝶々をパス。ロックは、クリスティアン・シンディングが1889年に作曲したピアノ競争曲。第三楽章以外の初演は、同年2月23日にオスロで行われ、曲は初演の独創を受け持ったイリカニッセンに検定された。作曲者は1901年に大幅な改定を加えている。ノルウェーの芸術家の一家に生まれたシンディングは、 ライプツイヒ音楽院で学ぶなどドイツの都市で音楽を収めた。バイオリンやピアノの演奏家、指揮者としての道を目指したこともあったが、彼はそのいずれも断念している。ミュンヘン時代に作品が認められ始め、彼の音楽活動は作曲が主たるものになっていった。ノルウェー政府などからの援助を受けられるようになったこと、また1892年に、 楽譜出版社のペータース社と契約したことで彼は作曲活動に専念し、作曲のみによって生計を立てることができるようになった。さらに、これには彼と出版社が売れ行きの良い歌曲やピアノ商品に的を絞ったこともそうこうしており、結果としてシンディングの作品の6割以上がそうしたジャンルの楽曲で占められている。中でも有名なのはピアノ曲。 春のささやきである。同郷のグリーグとは異なり、ドイツで長く暮らしたシンリングの楽曲には、ノルウェーの民謡よりも、リストやワーグナーからの影響が顕著である。このピアノ競奏曲で彼は循環形式を採用しており、全曲冒頭の主題が以降の楽勝でも主要な役割を果たす。この曲の改訂が完成する世紀の変わり目までに、 彼の代表作は出尽くしてしまったという見方もあるが、シンディングは20世紀以降も、公共曲、競奏曲、オペラなどの作曲に取り組んでいる。晩年には、彼はオスロの王宮に近い邸宅に居住する栄誉に良くした。ピアノ独奏、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4。 トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、言語部約34から35分前奏なしに、弦楽合奏とファゴット、ホルンが、丸カートで堂々たる主題を提示し、これを受けたピアノが華麗にカデンツァを奏して開始する。この冒頭主題には、ワーグナーの楽劇、神々の黄昏中の主題との類似点が指摘されており、さらに他の作曲家の影響やピアノ処方には、 クリーグの影響も見受けられる。その後、ピアノが第一主題を堂々と奏して、流麗な第二主題の提示へと移行する。華麗なピアノのパッセージに続いて、これまでより落ち着いた第三の主題が現れる。金管楽器によって高らかに、第一主題が奏でられると展開部となり、各主題を用いて展開が行われた後、冒頭で行われたのと同じように、第一主題が再現する。 最後は大きな盛り上がりを築いて、変に蝶々で終始する。ホルンが第一楽章第一主題に由来する旋律を悲しげに奏でる。一定の盛り上がりを築いた後、ピアノに受け渡されると穏やかな表情を見せ始め、やがてクライマックスとなる。初めのテンポに戻り、ピアノがピアニッシモで露ン調の低いおにから主題を再現する。速度と音量を上げて味た後、 ホルテッシモに到達すると、ホタン長に戻って、ホルティッシ,ッシモで最後の頂点を形成し、最後は静かに終わりとなる。この楽章は作曲者自身による改定によって、曲の構造及び、ピアノ処方に大きな変更が加えられた。楽章は、第一楽章の冒頭主題から派生した、生き生きとした主題をピアノが奏でて開始する。続いて落ち着いた面向きの第二の主題が提示され、 終わると曲は第一主題を用いた展開に入る。このあたりの部分は特に番による相違が大きい。第二主題が再現されると半音階による装飾が特徴的なピアノの丘電差に至る。その後、第一主題を用いたコーダとなり、変に蝶々で堂々と全曲を締めくくる。注釈出典。ありがとうございます。